足立区役所前では避難してきた職員の方など多くの方が集まって心配そうに見守っています午前9時過ぎ東京足立区役所に施設内の数箇所に爆弾を置いたので確認ください午後3時に装置起動ですなどと書かれた手紙が届きました警察官およそ70人と警備犬3頭が出動し区役所を調べましたが爆発物などは見つかりませんでした 足立田田区では区役所や小中学校などおよそ400の施設を一時立ち入り禁止にし生徒や職員らを避難させました。